こんにちは、ニコアミです。今日はこの豆皿の編集後期になります。じゃん、豆皿でこうサプリメントとか今日飲む分っていうのを入れたいなと思って、このちっちゃいの作ってみました。で、夫の分と私の分を入れるっていうのでね、サプリメント、あとね、お薬飲まなきゃいけない方は今日飲むお薬を入れるとか、ちょっとアクセサリーの仮置き場にもいいかなと思って作りました。で、撮影ではね、あのソフトメリノさん、ソフトメリノさんだって、あのケイトピエロさんのソフトメリノ、あ、コットニートじゃない、これじゃないよ、これじゃない、間違えた、こっち、ソフトメリーの極太の方を使って説明しております。で、こっちだとコースターにもなりますね。大きめだとコースターになります。そしてコマ編みでもなく、チューナー編みでもなく、エキステンディッド、シングルクロシェというのを使って編んでます、が、あの日本語でちょっとなんて言うのか分かんなくて、パッと出たのが足長細編みって言っちゃったんですけど、足長じゃなかった、実は これで1目なんですね。これで1目で、この足があって足の上にもう1個足が乗るみたいな、2階建て細編みっていうか、ちょっとノッポさんというか、おんぶされてるというか、二人羽織っていうか、なんかね、何細編みか分かんなくて、足長細編みってちょっと言っちゃってるんですけれども、あの正式名称をご存知の方がいらっしゃったらぜひ教えてください。なんか面白いでね、なんかつぶつぶレモンみたいな、つぶつぶオレンジみたいな感じで面白いなと思って好きですね。で、こう後ろこんな感じになります。で、最近お気に入りなのが、この細編みじゃなくて、あのこの鎖の頭をね、二重で見せるとか、そういうのお気に入りです。で、こちらの方はね、スプリンクルっていう、あのこれね、どっちで売ってたのかな、五商産業さんなので、セリアかキャンドゥかどっちかで手に、両方でも手に入るのかもしれない、多分ね、セリアさんで買った気がします。2本取りで作ると、あのがっしりして重さがあってね、いい感じで、1本取りで作るとなんかこうおままごととかにも使えたりとかしていいかなと思います。スプリンクル素敵な糸ですね。いろんな色があって、あのどの色もすごい好きです。スプリンクルは4号から6号ってなってますね。うん、これでバッグね、今あのなんだっけ、エコバッグ編むのがね流行ってると思うので、これでエコバッグ編んでもいいし、素敵な糸ですね。で、ここのあのラベルもなんかこう爽やかというか、かわいい、なんつったらいいんだろう、おしゃれ。うん、スプレー染め、どんな感じなのか、でもすごいいい感じです。そして皆さん、あれ、なんかいつもとね、前の動画ちょっと違うなみたいに思った方いらっしゃるかと思うんですけれども、はい、ちょっとバックに最初に映ってました、この富士フイルムさんのXT30 というのを使って、撮影してみました。こっちがね、 XT1 っていうもうちょっと上位の機種のめっちゃ古いやつなんですけど、これでいつもね、私はサムネイルを撮影してます。なのでサムネ綺麗だけど、なんかあのちょっとなんか違うでしょう、動画の色とちょっと私動画の色ね、本当はこれパナソニックさんのやつ使ってて、これめっちゃ綺麗に撮れるやつなんだけど、私が今まで画質の設定を間違えており、HC VX985M を使ってるんですけれども、それの
画質の設定を間違っており、なんかちょっとイケてない画質で撮ってまして、はい、あのすごく反省してます。ちゃんとね勉強しようっていう感じなんですけれども、あのこれからはあのちょっとねこの 985M が今この撮ってるやつがね、あのちょっとそろそろ寿命になってきたので、でこの 985M の後継機種で撮影する予定なんですけれども、納品までねコロナのあれで3週間かかるのね。だからその間にちょっと前々から憧れていたカメラで、レンタルして、これを前の動画を撮ってみました。 XT1 で動画撮ればいいじゃんってなると思うんですけれども、あのミラーレス一眼のちょっと悲しいところなんですけれども、長時間撮影ができなくて、それでほら、まあ、ビューティー YouTuber とかだったら全然それでいいと思うんですけれども、ハンドメイドってめちゃ長いく説明したりするから、あの1本ね40分する動画とかあるじゃないですか。だからその編んでる時にね、この佳境だっていう時にプチって切れたらちょっと寂しいなっていうのがあって、それで長時間撮影できないということで、ハンディカム的なあのものデジタルビデオカメラというもので撮影してます、なんですがやっぱちょっとねやっぱ好きなのよね、一眼レフ大好きなのよね、ミラーレス一眼レフで、しかも富士フイルムさんやっぱ大好きなのよね昔ね X100 かな、なんかパンケーキカメラっていうのがあって、ここのここのレンズがねめっちゃぺちゃんこになっててめっちゃ可愛いカメラがあって、女子カメラっていうのがあったんですよね。それで昔仙台に理科室のオルガンっていうカフェがあって、そこでそのパンケーキカメラでこう撮影会する、お試し撮影会するみたいな、そういう、会があって、参加したことがあって、その時はねキヤノンの EOS キスを使ってて、それもすごい満足してたんですよ。もうそれでめっちゃバラとかなんかいろんな風景撮りまくってたりとか、それで動画も作ってたりしたんですけど、でもちょっと富士フイルムさんはもろドンピシャな色が出て、あとボケ具合も最高で、おおこういう世界があるんだっていうのが、私市橋織江さんがすごい大好きなので、こういう市橋さんっぽいのが撮れるんやみたいな感じで超感動して、でそれでこの富士フイルムさんの XT1 買って、でもやっぱこれだと動画撮影難しいから、デジタルビデオカメラ使ってたんですけれども、そう話がちょっといっぱい飛んでるね、ちょっと今いろんな思いがこもりすぎてこもりすぎてちょっとね話がとっちらかってますが、とりあえず憧れのカメラだったので、ちょっとどうしても一回試したくて、それでレンティオさんっていうところで借りて撮影してみたという感じなんです、で XT1 はめちゃ重いのね、これ上位機種だから、プロが使うやつで重いからしっかり構えて撮れる。これは割と入門でもないけどプロでもないけどちょっとこう真ん中らぐらいみたい、私もちょっとよくわかんないんですが、これのなんていうの、弟分に XT200 とか XT100 とかがあります。でさらにその妹とかがいたりするんですけども、なんかいろんなこうレベルがあって、これは最近出たやつで軽いんですよ、すごい軽いから三脚に据えやすいなーっていうのがあって、それで試したくて、ボディはすごく気に入ったんですけれども、とりあえずめっちゃ接写するのでね、編み物 YouTuber って
あの手元を写すので、そうするとこれくらいの感じで写したりとかすることがあって、そうするとこうマクロレンズっていう摂写いけるやつねを買わなきゃいけないなみたいな感じに思ったので、ちょっとこれレンズをね探したいなとか思いましたね。いろいろ模索して何年か後にはミラーレス一眼で、まあ、撮れてたらいいなっていう感じですね。でも試すことで実際に使うことで分かることっていっぱいあるから、本当ねレンタルしてよかったと思って、レンティオさんありがとう。で、あのカメラのサブスクリプションっていうのもあるんですよね。一定額払うとその額に見合ったレベルのカメラが借り放題っていうのがあって、それも面白いなって思いますね。で、これについての操作性とかなんかレビューとかは有名な方がめっちゃ分かりやすくいろいろ動画にアップされてるので、よかったらご覧ください。でやっぱりカメラっていいなってねこういうの見ちゃうと、YouTuber デビューしたいけどめっちゃハードル高そうってちょっと思われたら困るなと思って、あ全然最初は全然スマホで撮影して、で全然 YouTuber デビューできます。でだんだんねこう画質とかにねこだわりたくなってくるんだよね。その時にこういう選択肢もありますせということですね。うん、もう iPhone めっちゃ綺麗に撮れるから最初は全然それでいいと思うんだよな。奥に行けば行くほど楽しいんやなっていうのが分かってもらえたらいいなと思いました。で私がすごい富士フイルムさんで好きなのが、フィルムシミュレーションですね。スタンダードで撮っても、すごく綺麗にお肌がね優しく映ります。赤ちゃんとか撮ると本当赤ちゃんの柔らかいお肌の質感とかがすごいよく表現されると思います。で前の動画撮ったやつもこの豆皿を撮影したのもこのスタンダードモードで撮影して、でちょっとね私暗いちょっと明るさがなくて明るさとコントラストをプレミアプロで足してる感じの動画になってます。であとこのビビットっていうのでやると彩度が高くて、それもねなんか可愛い感じになりますね。でこのソフトっていうので撮るとさらになんかしっとりした感じって書いてますね。うん、なんか優しいふわーっとした感じに撮れますね。なんかいろいろ設定があってね、これかこのエテルナっていうのがすごい人気なんですよね。このサイドが押さえてあって、で映画みたいな感じで、あとなんだろうあれですね、なんだミュージックビデオ、そうミュージックビデオっぽく撮れる、これかっこいいよね。そうですね、うん、でも全然スタンダードでもうすごく綺麗に撮れるので、うん、こういう感じにめっちゃ綺麗に自然な感じなの、そう自然だ、自然な感じ、うん、フィルムに近いから自然な感じに撮れるのよね。そうそこが素敵なとこですね、大好きなとこです。でめっちゃレンズもいろんなのが出てて、もう高いやつだと50万ぐらいするんだけど、でも手に入れやすいレンズもあるから、あと中古のレンズとかも多分なんかうまくサイズが合うというか合えばなんかできるんじゃないかなと思ったりするんですけど、あとねでちょっとね困ったなーって思ったとこは、私結構この SD カードをこう取って、でその SD カードをパソコンに挿すのが好きな人なのでだから SD カードがここにあるから、ここに三脚つけるから SD カードを挿したい、いちいち取って挿したいタイプの派の人ね。
はちょっとね不便かなと思います。なので今回はここにペコッとやると、まあ、USB パソコンに USB でつなげられる端子があるのでそこでつないで画像を取り出しました。あとねマイクね外付けマイクにし端子があるぜイエーイと思ってパホって刺そうと思ったら超これ大きかった。これ 2.5 ミリのやつじゃないと刺せないみたいです。で、あとこのでっかい画面ビューモニターありますよねも使えるし、ここのファインダーから覗くと設定というか撮影もできるっていうちょっと素敵な感じになっております。なので、まあ、動画撮るときはこのビューモニターなんですけども、この XT1 で静止画撮るときはやっぱりこのここのファインダー覗きながら撮ってますね。なんかそっちの方が撮りやすいと思う、まあ、その人のなりの癖なんだろうけど、はい、ということで今日ねもうこの XT30 ちゃんが返却日なので今日はこの後返しに行ってきます。でレンティオさんはこういう箱で届きましてですね、でまた箱に入れて戻すという感じで、ご利用ガイドが入ってたりもうすでに印刷された返送用の伝票が入ってたりして、で返すの楽ですね。こういうマニュアルとかもしっかりついてきたりとか、あとケーブル類とかがあって、でこれ返却するだけなので楽です。レンティオさん家電いろいろあるのでなんかね一回借りてみたいのがルンバかな。うん、ルンバ借りてみたい長々と喋りましたが、はい、そんな感じです。で、XT30 の、レビューは動画の下にリンク貼っておくので、めっちゃ気になった方はぜひめっちゃ見てください。めっちゃ楽しいです。次こそはバスケットはもう、ではまた泣く泣く返却してきます。